アニャンセヨナインです。本日は LA 発のコスメブランドカラーポップでアイシャドウをたくさん購入したので、そちらを見せながらご紹介したいと思います。もう可愛すぎちゃって、本当発狂しちゃうぐらいの可愛さだったので、これはもう私今まで使ったっていうか、ここ最近使ったコスメの中で一番可愛いんじゃないかっていうぐらいの可愛さで、さすがやっぱアイシャドウは外国だなって思う可愛さでした。でまだ私全部開けてないので、一つずつ購入したものをお見せしたいと思います。で私が今回、購入したまずアイシャドウパレットなんですけれども、一つ目がこちらです。じゃーん、ピンクのアイシャドウパレットです。名前が Truly Madly Deeply、 こちらのアイシャドウパレットを購入しました。中がじゃーん、可愛くないですか？見てください、こんなに16色入ってるアイパレットなんですね。でカラーポップって全部安いんですけど、あの全部安いし、あの発色もいいし、見てください、このラメ、私が欲しいのはこのキラキラのラメが好きなので、こういうラメがいいなって思って、このラメが入ってるアイシャドウパレットを選んで購入しました。全部結構ピンク系のお色味です。もう一つがじゃん、こちらのこちらがフルッターバイプレストパワーパレットです。このパッケージもあのバタフライの絵で、イラストもすごい可愛いし、あのこうキラキラしてるんですね、パッケージも。で中がじゃん、こちらです。全体的にほんと紫っぽいパープル系のアイシャドウです。ちょっとこれからも着せていいかなと思って購入しました。もう一つがトゥットゥルーン、また同じ紫なんですけれども、こちらがメイキングモーブス、モーブカラーの、同じちょっと紫なんですけど、なんか開けたら割とさっきのと似てたかもっていうなんか似たようなの買っちゃったなっていう感じなんですが、これはあのラメの粒がそんなに大きくないタイプの、アイシャドウパレットになってます。こういう感じのアイパレットです。でこれがもう一番欲しかったやつです。ダダダーン、こちら見て、このキラキラすごくないですか？全部がキラキラなんですよ。この粒が大きい、全部が大きい粒のキラキラで、いろんなお色味が組み合わさってるものになってます。一個ずつ買うこともできたんですけど、なんかもう全部入ってる方がいいかなって思って、こういうパレットを買ってみました。12色入っている、このキラキラが全部セットになっている、パレットになってます。でこういうのってアイメイクした後に、私も今早速つけてるんですけど、こういうあの黒目の中央の部分のところにこういう大きい粒のキラキラを乗せてあげると、すごいねこう目をあのパチパチさせた時にすごい可愛いんですよ。がそういう感じでちょっとポイントで乗せたいなと思って、この粒のタイプが欲しかったんですけど、本当にこのもう全色可愛いです。本当に使えそうなお色味です。で私が今回買ったアイシャドウパレットはこの全部で4つなんですけれども、アイシャドウパレット以外にこういう、まあ、1色ずつのですねパレットじゃないタイプのスーパーショックシャドウっていうものと、ちょっとネットネットした感じのジェリーマッチシャドウっていうものを購入しました。今日の私のアイメイクなんですけれども、早速ちょっとカラーポップで買ったアイシャドウを使ってみたんですけど、こちらのジェリーマッチアイシャドウっていうちょっとネチョネチョした感じのアイシャドウをね、早速開けて使ってみたんですけど、すごい可愛かったんですよ。もうキラキラしてすごい、あの塗った感じもちょっと濡れ感みたいな感じですごい可愛かったのと、これにさらに大きい粒のアイシャドウ、これのこちらですね、この粒のオレンジを使いました。これ自体が結構しっとりしてネチョネチョしてる感じなので、これに先ほどの大きい粒を重ねてあげるとしっかりと密着してから落ちづらいので、あの一緒に組み合わせて使うのがすごくいいなって思いました。で本当あのとっても可愛いんですよ。わかります？こういう感じでめちゃくちゃ可愛すぎちゃって、これはあの本当にメイク落としたくないなって思うぐらいの可愛さでした。でね、このジェリーマッチシャドウなんですけど、なんか開けたらね、中がすごいことになっちゃってたんですよ。こういう感じで蓋自体になんか
シャドウがめちゃくちゃくっついてて、でこれもなんか偏っててこんな感じになってて、何これ劣化しちゃってんじゃないかって思ったんですけど、触ったら普通に大丈夫で、つけてみても大丈夫だったので、まあ、海外から届くとこういうこともあるのかなって思って、なんか偏ってからこれは売り物として大丈夫なのかなって思う、こういうなんか偏りの感じになっちゃってたんですけど、とりあえず大丈夫でした。そこら辺が残念だったなって思うんですけど、早速ちょっとこの可愛さをね、手につけて見せてみたいと思います。これ本当に可愛すぎちゃって、ここ最近使ったアイシャドウで一番かも。こういう感じで結構柔らかいもちもちした感じなんですよ。目にのせるとすごいキラキラするの。こういう感じのお色味です。結構赤とオレンジみたいな感じですごくキラキラしてます。こういう感じで、で本当ツヤ感みたいな感じ、目をパチパチするとこのキラキラがキラキラキラってこう輝いてくれて、色も結構ゴールド系のラメが入ってます。このこういう感じですね。オレンジ赤っぽいシャドウにゴールド系のラメが入ってるものになってます。本当に可愛すぎる。やっぱりアイシャドウは外国のものだなって思いました。色とか発色とかラメ感っていうのが本当に素晴らしい。どのアイシャドウも安くて本当にコスパがいいんですね。ちょっと金額載せとくんですけれども、すごく安いんですよね。だから私今回こんないっぱい買ったけど、全然1万円とかいかないぐらいで購入できました。次にご紹介するのがスーパーショックシャドウを3つと、あとは同じスーパーショックシャドウなんですけど、こういう2色入っているものを買ったので全部で5色購入しました。じゃあ1つずつちょっとお見せしたいと思います。まずこれはもう見た目からしてすごく可愛いなって思ったお色味なんですけれども、 20-H5 フロックっていうお色味で、こういう感じのお色味になってます。あ、手に取ると結構柔らかい感じです。こういう感じの結構キラキラしたシルバーっぽい感じですね。かわいい。めちゃくちゃキラキラ、すっごいキラキラなんですけど、わかりますか？すごい透き通った感じのキラキラです。こういう感じで細かい粒のキラキラですね。これはベースとかに塗ってあげてもいいと思いますし、重ねてもいいと思うんですけど、こういう感じのキラキラになってます。本当に白っぽい感じです。いや、これは可愛すぎるわ。めちゃくちゃ可愛い。はい、次です。シークイーンっていうのかな、 19G-3。 こちらはなんか蓋が汚れてる。はい、こういう感じのお色味です。指につけると、さっきのがこっちなんでフロック、この薬指フロック、もう一つの今のがこういう感じで茶色っぽい感じ、こういう感じのお色味です。うん、これも綺麗ですね。ラメがキラキラしてて綺麗。最初のフロックが可愛すぎたかも。次はツイッターパテットっていうんですかね、こういう感じのピンクのシャドウです。なんか柔らかくてサラサラしてる感じ、こういう感じですね。こちらです。ピンクにゴールドのラメが入っているお色味です。これとフロックと今つけたのを一緒に合わせると可愛くなりそうですね。で、可愛いわ。ゴールドのラメがすごく可愛い。最初のジェリーのやつにちょっと似てるかもしれないですね。次はこちらの2色入っているものをお見せしたいと思います。パッケージ自体が、さっきのは周りが白なんですけど、これパッケージがピンクになってますね。一つがブルーマーっていうお色味で、こういう感じ紫です。あ、かわいい。見て、こういう感じですね。すごいかわいいですよ。これキラキラがめちゃくちゃかわいい。これ今まで使った紫の中で一番可愛いかも。ラメが最高。可愛すぎるわ。じゃあもう一つ、こちらのデイトリッピーというお色味ですね。もう開ける前から可愛さがわかります。ティリン。結構白っぽい感じ、こういう感じで結構白っぽい感じです。最初に紹介したフロックと似てるような感じですね。あ、フロックと結構似てるかも。こちらがデイトリッピンです。フロックとちょっと比べてみますね。フロックがこちらこういう感じで、デイトリッピンっていうのがこういう、まあ、ピンクなんですけど、つけると似てる。キラキラ感やっぱ似てますね。デイトリッピンのがピンクなんですけど、ラメ感っていうの結構割と似たような感じのお色味かなって思います。いや、この3色の組み合わせめちゃくちゃ可愛いかも。フロック、デイトリッピンとブルーマー、
めちゃくちゃ可愛いですよ。これはこういう感じですね。こういう感じの違いです。結構やっぱりフロックはこう白っぽい感じのラメで、デイトリッピンのが結構ピンクのキラキラかなって思います。今度はアイシャドウパレットのお色味をお見せしたいと思います。じゃあまずこちらのフルッターバイっていうこちらのお色味からお見せしたいと思います。全体的にこういう感じの紫っぽいお色味ですね。今こちらからこれ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 という感じで腕に塗ってみました。こういう感じのお色味になりました。じゃあ次は2段目をつけてみたいと思います。2段目がですね、ここの段になってます。この段をここから今上からですねつけたんですけど、ここからここです。こういう感じの色なんですけど、ちょっと今可愛すぎてびっくりしたのが、このラメ、これめちゃくちゃ可愛いんですけど、こう触ると柔らかくて、すごくないですか。このラメめちゃくちゃ可愛いですよ。これはポイントでつけるとめちゃくちゃ可愛い、ポイントになりそうな感じのお色味ですね。こういう感じでもう全体的に本当使えそうな色ばっかりです。次最後の段、ここの段、一番最後の段を塗ってみたいと思います。一番最後の段はこういう感じの色になりました。締めに使えそうなカラーが揃ってる感じですね。全体的にすごく可愛いし、なんて言ってもやっぱこの紫のキラキラが可愛すぎてちょっとびっくりしちゃいました。本当に発色いい、びっくり。はい、じゃあ次にお見せするのがこちらのピンクのチューリーマッリーディープリーっていうのかな、こちらのピンクのアイシャドウパレットをご紹介します。じゃらん、こんなにいっぱい入ってます。16色ですかね、全部でこんなにたくさん入ってるんですよ。そしたらじゃあまたこの上の段から塗ってみたいと思います。今上の段を塗りました。全体的に結構オレンジピンクっていう感じのお色味です。次に2段目に行きたいと思います。2段目はキラキラがいます。このキラキラなんですけどすごい柔らかい、結構こんなたっぷりついちゃいました。こんなたっぷり、このキラキラ結構取り扱い注意かもしれないです。こんな中砂みたいな感じになってて結構ボロボロしてきたので、取るときちょっと気をつけた方がいいかも。この2色のラメなんですけど、それを手の甲に塗ってみました。めちゃくちゃキラキラしてます。こういう感じです。この白い方は結構ほんと砂みたいな感じでボロボロ落ちたので、結構取り扱い注意っていう感じで、本当に結構キラキラがすごいですね。端のこのベージュっぽいお色味とこの色はこういう感じのお色味になりました。ベースで結構使えそうですね。じゃあ次なんですけれども、この3段目ですね。なんか結構ちょっと色が割と似てるので、このラメだけちょっと見せたいと思います。すごい、こんなラメラメするんですよ。すごくないですか。めちゃくちゃ可愛い。ちょっと目に乗せてみようかな。目に乗せてみたんですけど、すごいキラキラしててやっぱり可愛いですね。これは本当ポイントとしてすごく可愛いです。全体的にですね、粒の大きいキラキラ以外は全体的にちょっとパール感が強い感じのアイシャドウになってます。あとは本当にベースで使えるようなお色味と、ちょっとこうパールが強い感じのお色味が入っているものとかになりますね。どれもすごく可愛いですし、こういう紫とピンクとかこう可愛らしい感じのお色味がすごく集まってます。じゃあ次はメイキングモーブスっていう、こうモーブのお色味が集まってるアイシャドウをご紹介します。もうパッケージが全部可愛いんですよ。こういう感じで、さっき紹介したのよりかはもうちょっと大人しめのお色味が集まってるかなって思います。じゃあこのキラキラの真ん中の段をちょっと見せたいと思います。かわこれです。ここに今使ったんですけど、可愛い、めちゃくちゃ可愛いです。これは結構これもパール感が強くて、めちゃくちゃ可愛いわ。めちゃくちゃ可愛いです。これはこういう感じです。上下の一番上と一番下は特にこれ以外、これ除いてラメは入っていないタイプなので、ベースとかで使っていくタイプですね。この真ん中の段めちゃくちゃ可愛いですよ。これだよ、これですよ。これめちゃくちゃ可愛い。こういう感じで本当に可愛いですね。
はい、じゃあ最後になりました。こちらのカラーポップのこのキラキラが集まったアイシャドウです。いやー、もうため息が出る可愛さ。結構やっぱこの粒が大きいあのラメは結構砂みたいな感じなので、撮る時に気をつけた方がいいかもですね。はい、今全色を手の甲に塗ってみたんですけれども、こういう感じでもう全部がキラキラなんですよ。キラ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 っていう感じで、こんなにキラキラするの、これさ日本で買えないキラキラですよね。これは本当私が求めていたキラキラですよ。このもう本当に綺麗、こういう感じ、めちゃくちゃ可愛い、こういう感じです。はい、ということで今回カラーポップの私が購入したアイシャドウを全てご紹介させていただきました。もう本当に可愛すぎて、ラメとか本当にキラキラでね、もうこれこそ私が求めてキラキラだって思うぐらいの、本当にどれも可愛くて、もうぜひこのキラキラが大好きな人は絶対買った方がいいです。しかも本当にコスパもいいですし、本当にもう可愛すぎるっていうぐらい、本当にこれは私の今までのキラキラコスメナンバーワンに輝くと思います。そのぐらいとってもどれも可愛かったので、ぜひ試してみてほしいです。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。バイバーイ。